086チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、3月21日にイオンモール岡山未来スクエアで行われるオーディションのビジュアルコンテストのオーディションの、ボーカリスト部門ですね。ボーカリスト部門のオリジナル楽曲を持ってない方にとっては、すごい朗報の動画になっております。オーディションでオリジナル楽曲がない方向けに、実はですね、曲を作ってくださってまして、その曲を作ってくださった方がこの末広優太さんです。こんにちは。その曲なんですけれども、どういったイメージでですね作ったかをちょっとお伺いしたいんですけれども。そうだね、3月21日だよね。そうですね、何曜日だっけ。金曜日です。まあ、そのイベントの場所が未来スクエアっていう場所だって聞いてるから、はい、まあ曲もその未来的というか、曲は、まあ、乱暴な言い方をしたらありきたりなものにはなっちゃうんだけど、はい、まあその中にもこう、なんて言ったらな、ちょっと非日常じゃないけど、非日常、そう、まあちょっと未来的な、あんまりそのありふれてないような、おう、そう、イメージを、まあ、掴んでもらえたら、非日常で、未来的で、あまりそうだね、ありふれてない、うん、なんかすごい難しいですね。なるほど、まあ、感じてもらえたら嬉しいよね。なるほどですね。じゃあやっぱりその未来っていうものがある程度テーマになってて、まあ、これからっていう感じですね。ということも踏まえて その今回は学生さんに作詞を、まあ、依頼したということですね。作詞の方をですね、書いてくださったゆりちゃんです。こんにちは。こんにちは。そのまあね、そういう曲っていうものを聴きながら、多分こうイメージいろいろ考えて作ったと思うんですけど、どういった思いを込めて作りましたか？未来的な曲なので、うん、そこに向かっていくっていうイメージで、うん、今の人並みの自分とか、うん、社会に紛れている自分を変えていこうよっていう歌詞になってます。何かこう目標を持ってそこに向かって歩いていこうみたいなところ。なるほどですね。ではですね、その未来っていうテーマに向かってね、書いてくださったこの曲を、まあ、サビ部分だけなんですけれども、ご覧になっていただければと思います。せーの、どうぞ。テンポでちょっと耳に残りやすい、すごい頑張ろうっていう感じの気になる曲ですよね。この曲を一次審査で歌ってもらって、僕らをね見させてもらうわけなんですけど、この曲こういう風に歌ったらうまくいくよみたいな、こういう部分をちょっと気をつけて歌ってほしいなとか、そういうコツとか教えてもらいたいな。やっぱりいろいろ話はしたけど、どこまで行ってもやっぱり自分の曲だと思ってほしい。自分のものにしてほしい。なるほど、ね、もう人の曲を歌ってるっていうんじゃなく、自分の思いを込めて自分の曲にしてくれてるんですね。そう、なるほど。じゃあですね、詩の方もやっぱこの詩で思いってね伝わってくる、この辺もなんかこの辺この歌詞の中でもこの辺がちょっと実はポイントなんですみたいなところあったらね、教えてもらえます。やっぱりサビです。サビなるほど、そこを感じと未来向かってる感を出せと、はい、なるほど、聞きました皆さん。このコツをうまく使いながらね、どしどし、もうたくさんの方がねこれをね歌ってくれて、本当のたくさんの人が歌ってくれて、作ったお二方もすごい嬉しいですよね。やっぱり本当いい曲なので、ホームページからダウンロードできる形になってます。動画があるんですかね。じゃあその動画から
ダウンロードして、歌ったものをどんどん送ってください。今日はですね、このオリジナル楽曲を持ってない方がですね、そのボーカルオーディションを受けるにあたって、楽曲、この歌を歌って、審査を受けれるという楽曲をですね、提供してくださった、作ってくださった末広優太さんとゆりちゃんのお二方に来てインタビューをしていただきました。今日もですね、ご覧いただきどうもありがとうございました。次回も、このチャンネルをね、見ていただきたいので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次回の動画の方でお会いいたしましょう。